どうもゴルフピンポーです。トモです。リョーです。はい、今回は買うということでまた何かしらを買いましたという動画になりますが、トモが、最近で言うとシムマックスにスピーダーの NX 買いましたと、言ってましたが、そちらがですね、まあ悪くはないよね、だけれども、こちらですよ、ゼクシオの、最近試打しましたね、一応 X、があまりにも良かったので、まあ今までねキャロウェイが多かったり、今回テイラー、ガイブラウのドライバーを主に使ってたんだけれども、ちょっと国産枠で買ってみようじゃないか、ゼクシオ X をトモが買うとなりました、予約して、これ発売が12月の11日ですね、12月11日なので、年内には届いてね、シダというか、ラウンドに、年内行ければいいね。そうね。12月ね。シダ動画はね、あるので、ここに、動画出していこうかなと思いますけど、本当によくこう、頭部、初速も出てたし、捕まるし、もう、あれは純正だったんですけど、純正で今回も頼みましたね。カスタムだと、このカタログに載ったのが NX の50、PD の50っていうのもあるけどね、純正で注文しましたと。9.5 度ね。だからこれをマイナス1度して 8.5 度で主に多分使っていくと思いますけど、これは本当にね、多分来年一応キャロウェイも買いますよ、多分、ローベースティーですか、もう買うと思いますが、それと比べて、もしで、ゼクシオの X の方がいいってなったら、もうすぐキャロウェイ手放すかもしれないし、そうですよ、毎年キャロウェイがドラフト1位だけど、そう、今回ハズレ1のほか先に注文してると。そうね、予想的にはね、そうそうそう、っていうことになるので、これは大変期待できるんじゃないかなと思います。そんな感じですね、で、あとですね、アフタースキングのシダ動画をトモはまだ上げてないんですが、アッタスキングがこのシムマックスに刺さってるんですけど、これデモシャフトを、そのいつもね練習場で、あとクラブもいろいろセッティングしてくれてる方から借りてラウンドで打ってきたみたいなんですけど、どうでしたかこれ。妙に飛ぶよ。あれそう、あの NX と組んで NX いいって言ってたんだけど、キングの方が飛ぶね。飛ぶ、うん、そのやっぱり、これ今回 5X、 そして NX は50の SR だけど、その NX やっぱりこう 5S をね店舗とかで試打した時にちょっと硬いなという印象があったから SR にしたと思うけど、このキングの場合先調子で捕まるので結構触れてしまうから 5X みたいなところだったと思うんだけど、シムマックスが若干球がこう上がりやすかったり、スピンもね程よく入ったりするから、NX で打っちゃうと、たまにこう捕まらず右へ抜けた球とか、シンクってんのに意外といかないぞみたいな変な感覚だったのが、キングでは結構ロースピンになったり、より捕まることでロースピンになったりとかで、多分本当いい結果になってるんだなと思います。これはねちょっと指導とか出します、次回、シムマックスのヘッドに NX 対キングです、でこれも欲しくなってしまった。そうですね、買ったわけじゃないけど、ヘッドは残しつつ、NX 打ってキングにする可能性もあるよ、そうね、キングでなんですけど、量もキングはもう買いました、ドラコン用に、一応ドラコンが46インチの規制がありますが、世界大会が48インチの基準になったみたいなので、来年はね、なので48インチ用として 4X を買いました、で今のところキャロウェイスリーブつけてエピックフラッシュとかエピックスピードの LD ヘッドにつけて打ってるんですけど、かなりいいです。球がね捕まる、自然にね、打ち出しも高いロースピン打ててますので、これもね動画でやろうかなと思います。そして、あとドライバー両もなんですけど、14の DX001、これが発売がね9月の18だったかな、9月中旬ぐらいだったんですけど、
やっと今買う感じになりましたね。まあ、このヘッドは LTE の方で7度です、うん。世界大会にいたね、田澤選手とか松本選手も持って行ってたんだけど、うん、彼らはね、もしかしたら LD も持ってます。うん、田澤さんは持ってました。LD は一般的には売らない、うん。で、R&M リストには載ってるっていう現状だったんで、うん、あれは、ね、多分5度です。あ、ドラコンモデルなんです。一応 ね、 そのね、メールとかして、うん、一般的にはその渡せないということだったんで、うんうんうん、田澤選手には行ってるので、うん、僕が、うん、本当それぐらいの実力がないと、うん、そういうのは支給されないんだろうなということです。まあ、まだ長売れてないってことだね。そうですね、はい。で、その LT は、純正 の、 40g 台の 47.75 インチ軽量ヘッドなので、総重量が 270g 台かな、うん、280切ってると思います。で、先にウェイトが届きました。ポイントがですね、ドライバーを買うと14の公式の、ね、オンラインショップで買うと今ね、6万9300円ぐらいでドライバー買えるのね。それにポイントが3150ポイントぐらいつくのかな。で、ウィートが550円で、送料に1100円かかりますので、うん、ウィート4つと送料、うん、で3300円だったの、うんうんうん。それに3150円使って、っていう感じで、ウィートだけが今届いてて、うん、ドライバーがね、あと何日かしたら届きます。一緒に入れてくれたら送料いらなかったんじゃないかとかね、うん、思うんですけど。うん、まあ、なんだろう、ウェイトだけが今あります。うん、軽いから早く来たんじゃないの。で、ただ、この14に関しては、そのスリーブ打ってくれないんで、うん、そのドラコンだとしても、そのドラコンの大会って、まあ、アクシデントあるわけです。うん、試合中に、シャフトが折れた、うん、まあ、ヘッドが割れた、うん、という場合に、スペックとしては2本持っておきたいわけです、うんうんうん、同じヘッドだったりシャフトも違うものを持ってたいんですけど、うん、スリーブがないので、うん、その折れたらもうその日使えないみたいな、うん、シャフト持ってないとね、カスタムの、スリーブ付きシャフトは注文できるみたいです。あとで、うん、まああともちろん純正のスリーブ付きのシャフトも、まあ、普通に売ってはいるので、うん、1万5000円ぐらいかな、うん、多分カスタムになると3万超えるのかな。スリーブだけがダメだった。スリーブだけがダメ、うん、なんでこれはしょうがないですよね。はい、でここまで回いい動画ありますけど、うん、まあ、年内はこれぐらいでもう収めといて、うん、来年はログ ST と、うん、テラメドがどういうのが出てくるか、うん、テラメドはね多分買わないですね。そのイナーシャが外れたら買う。僕がね打てないんでね、うん、とも多分もうシムマックスで満足して、うん、ヘッドだけキープしてるんじゃないかなと思うんで、うん、とも、ないの年内なんかある。僕は来年は、うん、春は、うん、J ビーム、うん、ああ、はい、行きます。試合用の、試合用のやつを行きます、うん、はい、うん、ということでした。はい、カブでした。ありがとうございます。